では続きやっていきたいと思いますって思ったんですけど、これブローチもしかして持って帰れないとかないよね。かつて製造されていたブローチ、これ実はなんか突然使ってくるみたいな突然ブドウ酒を飲み始めたみたいなことが起きてさ、持って帰れないみたいなことないですよね。ないと思うけど、まあ、そういうちょっと若干なんか妙な不安を抱えつつやっていきたいと思います。強いのと弱いのが一緒に並んでる感じか。こいつだけ要注意ですね。査定がおかしいんで。そうですね、まあ、こっちで1人受け付けばいいけど、2人受け引き受けますか。グレイか、まあ、レベル低いキャラにやらせたいですよね。 FE あたりに任せますか。ディフェンスもあるし火力も十分、スピードも4になったんで両方ともに追撃取れる火力もあるで適任な感じしますね。こっちの火力が10で相手のディフェンスが7なんで威力14、 7×2 の14で相手の HP 28なんで、うん、エフィー一人でなんとかなりそうですね。じゃここはエフィーに任せて、正面はアルムでなんとかしたいかな。アルム正面に持っていって、3マス以内かな、支援発生するの。なんか3マスって印象あるんで、やっぱり3マスぐらいに置いておきましょうか。で右側どうするかですよね。クリフに任せるか。スピード足りていてますね。ディフェンスもあるし。なんだこれ、ちょっと待って。未習得の戦技。あ、なんか武器によって戦技があるとかって聞いた気がする。そういうこと？鉄の剣の戦技うんぬんかんぬんみたいな。そういうやつじゃないのこれ。あ、鉄の剣持ってもエフィーに勝てないのか。まあその分スピードも高いんで、まあ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 、一概にだからといってクリフが弱いとは言わないけどさ。あーでも若干レベルもルカの方がちょっと弱っ、なんかレベル足りてない感じあるし、ルカにしようかな。お任せください。ルカ君に任せて、いつでもどうぞ。このいつもの4人組はトーク、ちょっと待ってなんかトークできるんだけど、ちょっとトークしよう。じゃあ初めてのフィールドでのトーク、クリフ・ロビン。おお、クリフじゃねえか。ロビン、何かよ。お前でこんな戦闘の真っ只中で用がないならいちいち声かけないでよ。この二人ってこういう関係なんだ。お前そりゃないだろう。昔から俺には当たりがきつかったけど最近ひどいな。最初のオープニングじゃない、序章の時もこんな感じでしたっけ。クリフのロビンに対するあたりってちょっと忘れちゃったな。そう、気のせいじゃない。用がないならもう行くね。あ、おい。ああ、行っちまった。これがいわゆるまあ従来の支援会話的な扱いなんでしょうか。お、C って出てるね。これ絶対支援だな。ほう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 。やっぱいいですよね、FE の支援会話ってさ、こうキャラクターが掘り下げられるじゃないですか、いろいろと。いいよね。やっぱり支援会話楽しくなってきたな。女 FE 孤独の戦い。余裕そう。無双プレイ中やなさあルカ、男を見せろ。お、ナイス。やっぱディフェンス高いと相手の攻撃でビクともしないんでいいですね。もう両方とも位置に抑えられるのか。いやーいいですね、超耐久。そしてこの効果力、あ、成長にちょっとルカ君恵まれてない感じありますけど、十分まだ挽回できますね。それと攻撃範囲に入ってないとこの3人動かないのかな。よしよしよし、こっちはね倒して動きやすくしましょうか。ルカ君任せたよ、こっちは。とどめと、よーし。
ピーちゃんは、こっちを処理と。いや、頼もしくなってきたな、エフィーちゃんも。ここ、こいつの攻撃範囲か。じゃあ、今度はこいつを受けましょうか。こいつを倒しとけばよかったなって感じするわ。アルムこっちに置いて、アルムの方に引き付けられたりしたら勘弁。嫌ですね。できれば、エフィーちゃんで取りたいし。アルムなんか上級職っぽい気するんですよね。戦士って。どうにもそういう感じする。このゲームって PV で見たんですけど、最上級職まであるらしいじゃないですか。それを考慮すると、上級職スタートで最上級職に行くっていうのも全然あり得る気がするんで。あ、じゃあ、だから村人が一番低いんだっけじゃなくて。あ、でもルカもなんかやたら経験値入ってなかった？まあ、いっか。考えるのはよそう。考えるのはよそう。あー、むっちゃ範囲かぶってるな。一回一旦待ちますか、おとなしく。近づきつつ、裏に回って倒して、おエフィーちゃんの初必殺だ。さあ、そして4度目のレベルアップかな。衰えを知らないな、この女。最近ね、人の動きがよく見えるんだしか言ってないもんね、フィーちゃん。見えすぎ。やばいですね。いいぞ、いいぞ。強くなっておくれ。そしてこいつは、じゃあ今度は一番、クリフ君に受け止めてもらいましょうか。クリフ君に受け止めてもらって、後ろにドビー置いとこう。支援もあるし。よし。こんな感じで、ルカ君はこっち。こっちだね。よし。ハルムはそこで。お、むっちゃヒット上がってないですか？これ支援の効果ですよね。あ、でもやっぱ火力足らないな、グリー君は。硬いな。12ダメージか。6か。まあ、アルムで殴ると、あ、でもだとメジ100もあるのか。いいですね。裏を処理したいな、とりあえず。裏を処理するには、クリフで何ダメージですかね。10ダメージ。16ダメージ与えられるやつが欲しい。いや、無理だよね。アルム、無理ですよね。あ、一応ロビンが裏に回れるけど、ロビン火力なさすぎるな。あ、一応、アルムとグレーでこいつは倒せる。から、いけるね、グレーが。グレーじゃなくて、レベル低いルカにするか。で、だからこそ、こいつらは、クリフかロビンで処理をしておきたい。クリフだと火力が足らない。いや、クリフとロビン両方使って倒せばいいか、むしろ。ですね、ここはロビンで終わらせて。よし、クリフ君4度目のレベルアップ。力上がってほしいですね。あー、力上がんない系男子かな、彼は。それでも十分いい成長してくれてるんで、まあ、期待が高まりますね。おー、いいですね。スピード上がってくれるかな。ちょっと今まで足りなかった分補ってくれましたね。力がさらに上がるのは文句なしですよ。これをじゃあエフィーちゃんを置いて、グレイ君も置いて、取り囲め。やつを逃がすな。生きて返すな。あ、追撃が出ない。スピード4か。4同士だと勝てないと。ロビンスピード8高いな、急にスピードの男だな。ロビンだけ経験値レベルが低いのか。今少しグレー外しますか。グレーだけレベル高いんで、ロビンでじゃあ一旦戦って終わらせて、
経験値稼ぎましょうか。トリアターク、あ、全然もらえなかったまあ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 、とどめはボスなんでアルムで取りたいですよね。なんかエフィが普通にディフェンス6もあるせいで普通に硬いのが面白いですよね硬みたいな。こう比べるとルカとエフィでちょっと似てる。あ、でもラックが全然違うな。ラックがめっちゃ高いな。とレジストも違うのか。レジストはまあ過去作で言うと魔防って感じですよね。よし、じゃあこれで弱らせてとどめはアルム君に持っていってもらいましょうか。あ欲張りさんね欲張りさんだな、エフィちゃんは。アルムとトウスクガジラの戦闘会話ってあったんですかね。専用会話ってあったらちょっともったいなかったな。まあしゃあないですねよしとしましょう。いい経験値です。ギュッとだぜ。これですも出ません。道具袋に送るアイテム、あ、敵を倒したアイテムをゲットしたらこういう選択肢が出るのか。手持ち持っておくか道具袋に送るかみたいな。まああれですよね、輸送隊みたいな感じですかね、過去作で言うと。じゃあダムノブドウスは送りましてと。よーし、こういうのもスリルがあっていいんじゃないエフィールカ無双だったな。ちょっと疲れちゃった。エフィーちゃん働きます。かなり仕事しましたもんね。お疲れ様です。あ、これで多分一仕事終えたと思うんで、会話と行きたいところなんですが、先にちょっと調べましょうか。あ、ミラ心臓だ。マナの草、マナの草、なんか別のゲームだったら MP とか回復しそうな名前ですけど、他になんかチェックできそうなところはないかな。よし、ミラってなんだ。お、運命の子、我はミラのしもべ。どうも。我が主ミラの命により、資格ある者にふさわしい力を授けましょう。ありがとうございます。お、クラスチェンジか。はいはいはい、クラスチェンジ一定のレベルに出したものは新たな編集になることができると。ありがとうございます。スタートと一緒、食料を続け疲労を回復します。それ持ってんの食料ですかオレンジを捧げると回復するってことかな。一応1戦闘ごとに疲労してるっぽいんで、ちょっと捧げておきましょうか。一応一回これでみんなの分回復するのかな。どうぞ。お供え物でございます。辺りを優しい光が包む。お、ありがとうございます。仲間にアーチャーや魔導士がいなければこの先の戦いは厳しいものになるでしょう。あ、いわゆる間接攻撃系がいた方がいいぜっていう教えかな。お供えすると教えてくれるのか、ありがたいですね。クラスチェンジ、グレイ、ロビン、エフィ、クリフはもうクラスチェンジができると。いやー、もうちょっと育成したいよね。欲張りかなてかもうエフィがとんでもないことになってる。もうグレイに追いつくよ。お、むっちゃいろいろありますね。ソシアルナイト、ソルジャー、傭兵、アーチャー、魔導士。アーチャーは魔導士が欲しいんでしたっけ。おお、キバ、仕切るキバ、移動力が高い、ほんと7もある。まあ、キバ特攻とか受けるっていう、そういうためのキバっていう説明なのかな。みんな一緒かな。ん、あ、傭兵とかソルジャーとかアーチャーとかは女の子はなれないのか。
その代わりにペガサスナイトに乗れますと。まあ、ペガサスって基本的にあれですもんね、女性職ですもんね。おー、ペガサスナイト好きなんですよね、私。好きなんだけど、エフィンの足らない HP を伸ばすんだったら阻止あるか。いやでもテクニックとスピードを生かして戦うんだったらペガサスかな。まあ、一回しばらくはクラスチェンジしなくても多分大丈夫でしょう。じゃあそろそろ会話しますか、倒れている少女と。おい、大丈夫か、しっかりしろ。誰だったかな、公式サイトで見たよ、公式サイトで見た。 あなたは誰です。私は一体。君は盗賊に捕まってこのアジトに捕らえられていたんだ。でももう大丈夫だよ、盗賊たちはみんな僕らがやっつけたから。いやでも君かっこいいね。そうだったのですか。本当になんか気絶して連れてこられたって感じなのか、全く気づいてないってことは不意打ちで気絶させられてみたいなことなのかな。私盗賊に囲まれて気を失って。そこはちゃんと覚えてるんだね。はいはいはい。助けてくださってありがとうございます。君名前は。はい、シルクと申します。シルクちゃんね。ここから遥か東ノーバ島の修道院から参りました。ノーバ島、ほう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 、またこことは別のところか。これも後々行けるんですかね、ノーバ島っていうところにも行けそうですよね、こうやって出てくるってことは。それでシルクさんよ、あんた一体何の用があってそんな遠くからわざわざ来たんだ。確かにね、気になるところですよね。そうです、私には大切な使命があるのです。ダムの村のマイセン様にお会いしなければ。あ、マイセンさんの元に来るつもりだったのか。うちのじいさんに。マイセンは僕の祖父なんだ。ほんとマイセンさん来客多いですね。ルカもマイセンに用があってきたし。え、やっぱ有名人なんだな。ではあなたがマイセン様のお孫さんなのですか。イエス。めっちゃ驚いてる。左手のあざは。あ、アザを知ってる子がこの子はもしかして、アザの意味を。ああ、これかい？珍しいだろう。生まれつきなんだ。昔、同じようなアザがある女の子が村にいたんだよ。そうですか。あなたが。お、どうしたんだい、シルク。あ、これ、セリカと知り合いってことかな？アルム様。あなたにお渡ししたいものがあります。ふむふむ。どうぞこれをお受け取りください。お、武器ですか。え、これは違う気がする。ミラの歯車。第一母神ミラ様のお力を封じ込めた宝具です。あ、これ確かなんか時間を巻き戻せるみたいなやつでしたっけ。きっとアルム様のお役に立ちますよ。でもいいのかい、これはじいさんに渡すものじゃ。いいえ、あなたがお使いください。さっきのミラの歯車に関してはまた後々ちょっとお話しすると思います。ちゃんと説明あると思うんで、どっかで。アルム様はすでに村を出て旅をされているのでしょう。いいです。あなたにこそ必要なものなのです。そうなのか。じゃあありがたく受け取りよ。これはどうやって使うんだい。ミラの歯車はこちらの石で使えるものではありません。あ、そうなんだ。へえ。使うべき時が来たら歯車が教えてくれます。俺を使えみたいな、突然今だぞアリムって言って教えてくれるのかな。それはどういう。早速ミラ様があなたに何か伝えたいようですよ。ふむふむ。歯車が光ってる、これは。ここはどこだ。なんかすごいとこに飛ばされたな。オープニングに映ってなかったでしたっけ。これなんだと思ってたけど、これのことだったか。あれはソフィア城。あ、ソフィア城か。じゃあここがソフィアだというのか。もう完全になんか墓場の墓地なんですけど。一体どうして、なぜこんなこと。これお墓、お墓じゃないのかな。
若ですよね、多分だけど。アルム様、何が見えました？その驚くわな、あんなん見たら。今、頭の中に。シルク、これは一体。落ち着いてください、アルム様。それは現実ではありません。ですが、これから起こり得ること、あるいはかつて起こったこと、それらを皆様のお力を通じて見ることができるのです。あ、過去も未来も見ることができるっていうことですかね。おお。今見た光景がこれから起こると。恐ろしい話だな。まだ決まったわけではありません。もし不吉なものを見たのであれば、そうならないように努めようと。でもこれさ、どうなのかな、この盗賊のアジトに行くっていうのは、私はサブストーリーに見えたんですよ。メインストーリーってやっぱあの土勢のいるさところに解放軍と一緒に進むことじゃないですか。そこのメインルートからそれてるじゃないですか、この盗賊のアジトって。だからスルーして進められるから、このイベントって全部メインストーリーには絡んでこないのかなと思ってたんですけど、いやー、これ見る限りすごい絡んできそうですよね。突然未来の不吉な予言を見てしまうみたいな展開がすごい起こりえそう。それがきっとミラ様のおぼし召しなのです。じゃあミリス、これを攻略しないと進めなかったってことなのかな。ゲットだぜ。アルム様、私はここにたどり着くまでソフィアの後輩を見てきました。神の恵みも導いてくれるはずの恩も失い、人々は皆途方に暮れています。まあそうなるわな。こんなありさまを放ってはおけません。どうか私もアルム様と共に行かせてください。仲間になりますと。よろしくお願いします。公式サイトにアルム軍っていうところの欄にシルクって子がいたんで、あのシルクちゃん名前忘れてたけど、まあ知ってたんですけど公式サイトなんかアルム軍っていうなんか欄にね、ちょっともういろいろ公式サイト見ちゃってるからいろいろ知ってるな。まあいいか。まあ仲間になった、やったということで移動。うん、奥があるぞ。とりあえずセーブしようぜあ、その前にシルクちゃんはレベル1で、リザイア、リカバー強そう。消費 HP0。 そう、なんか HP 消費するんですよね、魔法使うときに。 HP を吸収する。重さに、重さ、ちょっと待って、重さとかあるの？あれか、重さで素早さが落ちるっていう、スピードが落ちるっていうかあるやつですよね。でもリザイアの効果は今まで通りか、よくあるやつ。リカバーは HP を回復する、回復量8。あ、そうなんだ。なんかリカバーって言われるとすごいマックス回復するイメージがあるけど、回復するのに HP を消費しますと。で、だけど、ちょっと気になったんだけど、鉄の剣って重さある？あ、ないか。ゼロって書いてますね。ちょっと見てなかった。確認が甘いぞ。なんか待たせましょうか、せっかくだし。あ、なんか何も持ってないのもあれだしね。おー、めっちゃ回復できるじゃん、HP20。全然確認してなかったですけど、小麦粉、どうぞ、お受け取りください。よし、じゃあ、セーブしましょうか。一旦切りましょうかなんか割といい時間になってるし、カットできるようなところもまあ今んとなかったですね。普通にストーリーだったんで、今回は一旦ここで起動かなと思います。やっぱ時間食うないやー、てか時間経つの早いですね。いつの間にかこんなに何十分も経ってるということで、まあ、これからも楽しくやっていくので、今回は一旦ここで終わりたいと思います。またよかったらですね、次回もぜひご視聴よろしくお願いいたします。それじゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。次回は奥の方に進んでいきたいと思います。バイバイ。それじゃあ、今回のファイアーエンブレムエコースやっていきたいと思います。前回から、火を少し開けたんですが、以上、
会話したっけ？いたって二人いたっていうか、この状況でここにいたっけ？一回とりあえず話しますか、ルカ、ルカ君。よ、アルム君。よ。どうです？戦いにはもう慣れましたか？まあ、ちょいちょい慣れてきましたね。そうですか。さすがです。でしょ？びっくりした。音声認識システムか何かかと思った。たとえ辺境であっても、優れた死に襲われば、騎士団にも劣らぬ実力を身につけることができる。確かにマイセンさん超強いもんね。希望の持てる話ですね。いい話だわ、確かに。私の実家もこことは違いますが、かなりの辺境なのですよ。解放軍の中には田舎貴族と揶揄する者もいます。あ、解放軍の中でもそういう、なんだろう、小競り合いじゃないけどあるんだね。一生をそこで終えると思っていたのですが、今はここで解放軍などに参加している、うん、人生とは本当にわからないものですね。確かにな、人生でわかんないよね。なんか深い話をされてるな、ルカさん。私、シルフクちゃん。私がシスターになったのは母の影響なんです。あ、お母さんの影響。ほほ。私の母もシスターでした。顔も知らん。父は顔も知りません。もしかしてちっちゃい頃生まれる前に亡くなっちゃったとか。幼い頃母と二人で、どうなんだろう、ずっと巡礼の旅をしていたんです。マキアリっぽいよね。だから私、旅には慣れっこなんですよ。はい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 。空を見れば明日の天気がわかるし、食べられる草花を見つけるのが好きです。あ、なんかすごいな、見た目によらず割とサバイバルも生きる気違う。何かお困りでしたらぜひ相談してくださいね。いや、ぜひぜひ。すごいな、そんなことまでできるんだ。じゃあとりあえず、まあ、じゃあ会話終わって、調べるのも大体昨日終わったんで、じゃあ早速ね、奥行っていきたいと思います。ダンジョンに入りますか。また戦闘起きるっぽいかな、この感じだと。ちょっと注意していきたいですが、あ、違うっぽい、違うっぽいな。あ、切れる切れる。これはほどほどにしてね。調べる。速さの水が湧いています。ん、上げられるってこと。お、ちょっと待ってくれよ。速さでしょ、速さ大事よ。誰が一番低い速さ。グレイと、あ、視力も足らないか。ロビンを速さの鬼にするって言ってもあるけど、ロビン君は火力が足らないですからね。視力上げていきましょうか。まあでも回復役はあんまいらないかな。でもどうなんだろう、一応視力ちゃんちょっと上げていきたいと思います。あ、でもちょっと待って、 HP ってさっき言ってたよね、これ。エフィーちゃんの HP を上げたい。あ、視力ちゃんも足らない。どうしようこれ。いや、迷うな。エフィーちゃんちょっとうちのエースなんで、ちょっとあげたいと思います。飲ませる。一上がった。まだいける。いやー。視力者の速さを上げたいと思います。次はね。てか、何回できんのっていうか、まだできるって言ってたけど、どういうこと？なんかとりあえず速さを上げるか。視力で。調べる。まだできる。こっちは？まだできる。2回ずつとかかな。どうしよう。グレイもちょっとこのレベルで速さ4は怪しいんで、グレイ君上げときますか。後々追撃取られまくってやられるとか、そういうディフェンスも足んないですね。後々追撃を受けまくってやられるみたいなっていうのを避けたいんで、グレイ君にも飲ませますか。飲ませる。変えてしまった。2回ずつかな、じゃあ。あら？ああ。合計3回的な？そういうことかな？この感じだと。そんな気がするよ。ここなんか爆弾で割れそうな見た目する。そんなやめとこう。ゼルダの伝説じゃないんだから。じゃあ戻りましょうか。よいしょ。